エアライズタワーは東京都豊島区に所在する42階建ての超高層マンション、ライズシティ池袋の南側住宅棟である。計画地周辺にはサンシャインシティをはじめ様々な業務、商業施設が立地していたが、小規模な民家などが密集し、道路も狭く防災上の問題も指摘されていた。このため都や区の副都心整備計画にのっとり、 東池袋4丁目地区第一種市が1、再開発事業の施行によって、再開発され、住宅棟であるエアライズタワーと、業務棟であるライズアリーナビルが整備された。エアライズタワーは、建物の軸がほぼ真南を向いた、L 字型平面を持ち、L 字型により、全重湖が南東もしくは南面に、主催公面を持つ全個南向き重湖となり、SI 対応されている。 共用施設は3階にシアタールーム、ゲストルームや集会室、エレベーターの理解会である26階に展望ラウンジなどを設けた。1階のメインエントランスのほか、地下1、2階にもエントランスを備え、車での外出の際も雨を気にしなくて、済むようにしている。別棟であるライズアリーナビルとは、地下で一体となっており、地下には店舗に囲まれた都市計画で定められた。 公共空間である1200平方メートルに及ぶサンクンガーデンを中心に、有楽町線東池袋駅とサンシャインシティまでが、アウルタワーを開始、東池袋地下通路で結ばれている。など、ありがとうございます。